はいどうも、GO の GOGOTV です。今回はこちら、仮面ライダー電王のクライマックス形態ケータロスを使って、電王ベルトと連動させて、クライマックスフォームに変身して遊んでいきたいと思います。こちらのケータロスなんですけど、レジェンド版ではなく、当時品のものなんで、モータロスの音声しか入ってないですね。ウラタロス、キンタロス、リュータロスの音声は含まれてないものとなっております。はい、まあ一応、こちらの後ろ側にあります、電王のベルト。の方にも書いてありますけど、クライマックス形態ケータロス別売りの装着で決めろ、チャージ&アップということで、まあ、こちらにもちゃんとこう連動書いてありますね。で、まあ一応、まあちょっと余談なんですけど、ニューデン王のベルト僕一応予約してるんですけど、CSM の。5月の23日に発送開始ってことなんで、まあ来週中には届くと思うんで、まだそちらも動画作っていきたいと思いますし、同時に5月の23日に、電王のベルトも CSM 化するってことで、電王のベルトと確かケータロスセットで CSM 化するんで、まあこちら比較なんかで、まあ、使っていきたいなと思っております。で、まあちなみになんですけど、僕がちょうど YouTube 始めて間もない頃ぐらいに、こちらの電王のベルトの方もレビューした動画ありますんで、よろしければそちらもご視聴いただけると嬉しく思います。概要欄の方に URL は貼っておきたいと思います。では、ケータロスの方の箱を見ていきたいと思います。はい、では、ケータロスの箱を見ていきましょう。正面はこんな感じで、ケータロスが入っております。で、ここに書いてありますね。もう、裏、金、竜の、あとは通話ボタンのキーを押して、クライマックスフォームに変身。こんな感じですね。で、こちらにはクライマックスフォームが載っております。こんな感じですね。当時品なんで、もう約10年ぐらい前のものですね。ちょうど、電王も今年で10周年迎えるんで、そんな感じですね。こんな感じ。で、裏側にはこんな感じですね。遊び方が書いてありますね。クライマックスフォームへ変身。全員集合クライマックスだぜっていう音声が入っております。で、モモタロスイマジンの音声とともに変身サウンドが発動。で、2でデンライナー召喚。モモタロスイマジンと会話。全72種の会話パターン。まあちょっと今回は、ちょっと全72種の会話パターンはやらないですけど、まあちょっと何種類かやってみたいと思います。で、別売りのデラックス電王ベルトに装着ライダーパスでタッチせよってことで、チャージ&アップの音声が流れて必殺技が流れるという感じになっております。では中取り出して遊んでいきましょう。はい、ではケータロス取り出したんで見ていきましょう。こんな感じですね。形はこちらに電王と書かれております。もう本当なんていうんですかね、ガラケーですよねこんな感じです。で、まあ、こちらにボタンがあって、まあ、これピッて押すと待機音流して、ここを押すとクライマックスオーブになりますね。で、スピーカーがこちらにあります。で、電池ボックスがここで、電源がここにあります。電源は切ってありますね。電源入れて30秒ほかっとくと着信音流れるんで、またそういうのも後でやっていきたいと思います。では、とりあえず電源を入れましょう。これ、今、まだ全開じゃないですけど、全開にするとこの角が展開しますね。はい、こんな感じです。では、まずは、まあ、説明書を今見ながらやってるんですけど、説明書の一番初めにはクライマックスフォームへの変身で書いてあるんで、まあ、とりあえず最初やってみましょう。これクライマックスフォームはこちらのケータロスの方から流れますんで、また後で、電王ベルトと連動してはやってみますけど、とりあえず一回やってみましょう。では、やりましょう。369、シャープで、桃、裏、金、竜ですね。あ、流れましたね。一回押すと、っていう感じで、モモタロスと会話遊びができますね。突然ちょっと横から滑り込んできましたけど、まあこれを押すと、クライマックスフォームの待機音が流れます。やってみます。で、通話ボタン。はい、待機音が流れますんで、こちらを押すと、はい、こんな感じでクライマックスフォームに変身いたしました。また先ほども言いましたけど、こちらはちゃんと電王ベルトとの連動でやってみたいと思います。はい、では続きましてなんですけど、続きましては電ライナーの召喚を聞いていきたいと思います。こちらは1回と2回と連続っていうのがあって、まずやってみましょう。はい、ちょいちょい入ってきますね。で、この3、2、1と
この真ん中の電ライナーのボタンを押すと流れますね。はい、こんな感じですね。30秒以内に説明を終わらせないと横からモータロスが電話かけてくるんで、次は2回6、5、4で電ライナー。はい、こんな感じですね。で、9、8、7のこれも2回連続の、電ライナー召喚になりますんで、次は連続でいきましょう。シャープ0、これを米印みたいに直すとなりますね。はい、こんな感じとなっております。電ライナー召喚は以上となっております。はい、では次はモータロスイマジンとの会話遊びをやっていきたいと思います。とりあえずまあこちらはキーボタンを押して通話ボタンを押せばモータロスがセリフを言うって感じになっております。でちなみに、クライマックスフォームの変身のボタンの組み合わせ以外のキーであればどれでもいいですね。要はこの4つを押してこれを押すと待機になっちゃうんで、それ以外であればどのボタンを押してもいけますね。ではやってみましょう。では1と通話。こんな感じになっていますね。では次は、どんな感じで。おい、聞いてんのか？俺は忙しいんだよ。そうですか。では次は、こんな感じで。いいじゃん。行くぞ。はい、こんな感じですね。終わりかい。終わりかい。お前マジかよ。そうなんだよ、マジなんだよ。マジかよ。どうすんだよ。どうしようね。はい、こんな感じでまあ一人ツッコミができます。はい、ではもう次は電話ベルトと連動させて遊んでいきたいと思います。まあ一応電話を取るっていうのもあるんですけども、先ほど30秒待機してやっちゃったんで、まあこちらはやめときたいと思います。で喋ってるうちに多分なると思いますんで、一応やっときましょうか。ではちょっと待ちましょう。ぼちぼち来ますよ多分。あ、来た。ってなったらまあここ押せば、はい、こんな感じになっておりますんで、電話ベルトと連動させて遊んでいきたいと思います。はい、では電話ベルト準備したんで早速ケータロスと連動させて遊んでいきましょう。ではまずはこちらのメッキパーツを取りますね。はい、こちらを取ってこちらを1回ケータロスを開きます。そしたらこの部分に、ここの部分ですね、この部分をここにはめます。おお。でこちらを後ろにパシャッとやるとはまりますんで、これで装着完了ですね。ではクライマックスフォームに変身しましょう。ではもも裏金龍ピピ。はい、これでクライマックスフォームに変身いたしました。こちらは変身するときはこうパスを特にかざすことはなく、まあ、このボタンここを押すことによってクライマックスフォームに変身することができます。はい、もう一つの連動遊びとして必殺技遊びができます。必殺技遊びはこちらを押しますと待機音が流れますんで、待機音が流れたらライダーパスをここにかざすと必殺技発動というような感じの遊び方になっております。ではやってみたいと思います。はい、このような感じで必殺技の音声が流れます。まあ、連動遊びは以上ですね。はい、では最後に外し方をやっていきたいと思います。外し方もまあつけた逆パターンですね。こういって、まあ、ここは別に閉じなくていいと思うんですけど、であとはこう引っ張れば取れます。こんな感じになっております。で最後にこのメッキパーツを
元に戻してこれで完成ですね。こんな感じとなっております。はい、というわけで今回はクライマックス形態ケータロスを使ってケータロス単体の遊び方とデラックス電王ベルトと連動遊びをして遊んでまいりました。まあ一応今回遊んだセットは先ほどお話もしましたけど、5月の23日に情報解禁と予約開始いたしますコンプリートセレクションモディフィケーションの電王ベルトとケータロスセットが発売されるみたいなんで、まあそちらでまた新規音声なんかも多分おそらく追加されると思うんで、まあどんな感じになるのか非常に楽しみでもありますし、まあ僕として一番気になるところは、このセットになると値段がどれぐらいになるのかっていうのがすごい気になるところではありますね。今年はプレ版の方で結構コンプリートセレクションモディフィケーションの変身ベルトが予約販売されておりまして、まあ一応予約販売されてたものは全て予約してありますんで、まあまた届き次第レビューしていきたいなと思っておりますし、一応来週には先ほどもお話ししましたけど、ニューデン王のベルトも届きますんで、またそちらも届き次第動画作っていきたいなと思っておりますんで、また動画アップしたらよろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。